アプリは多分常に、うん、更新されてるんやないかな。テロップが歯が43本も抜けたら大変よ。本当に焦ったからめちゃくちゃ一瞬固まった。テロップ打てるかな。9時まで行けた。そう、今日はね歯が抜ける夢を見たんですよ。まあさすがに抜けてないですけど、めっちゃ焦っておきましたよ今日は。この配信では私のおすすめのスイーツを食べながら質問にお答えしたいと思います。はいはい、質問にお答えしたいと思うので、皆さんなんか聞きたいことありますか？これめちゃ好き、私がめちゃ好きなコンビニスイーツ紹介する。コンビニスイーツ紹介するね。みんなコンビニといえばさ、何が好き？待って、今日ダメだ。でも開いた。ルーティン？いつの？メールの文章とかも結構時間かけて作って、書き出したら止まんないから書き出せばって感じですね。そう、長い時は確かに考えるけど、そうですね、結構考えてるかも。とりあえずお気に入りのスイーツが見たい。はい、わかりました。みんな食べたことあるかも。セブンイレブンの光って見えないこれです。これこだわりの口づけとろ生プリン、ザ・セブンスイーツ。これはエグパティシエール、お菓子のために生まれた卵を使用してるスイーツです。そう、これめっちゃ美味しい。あ、ちなみにあれも美味しかった、ファミリーマートさんのね、あのなんだっけ、桜味のフィナンシェももらって食べたんですけど美味しかったです。そう、ローソンの濃厚チーズケーキ、めっちゃ美味しそう。送ってほしいお洋服のブランド、最近めっちゃ好きなのはジーナシスがめっちゃ好きですね。うん、そう、ザラとか、うん、ジーナシス好きやな、最近めっちゃハマってる。うん、今日の飲み物は、今日の飲み物もこれ特殊なので紹介しますね。30分やからさ、結構時間足りないかな、大丈夫かな。コンビニはプライチで、あー、お菓子やったら買う。なるほどね、確かにフィナンシェめっちゃ美味しい。ドリンクはこちらです。シーサー、あ、止まってる？お洋服は、そうですね、最近好きなのはジーナシス、ザラも好きだし、マウチとか好きですね。ヘザーとかも好き、可愛い系だったらヘザーとかも好き。そう、ドットエスティグループ好きかもしんない。うん、他の人の質問で新しいこと聞きたい。なるほど、ぜひこれいただきます。そう、
そう、ジナシスが特に今めっちゃ好きなんです。そう、ジーナはね、あのジナシスは可愛いもかっこいいも全部揃ってるので、そう、今めっちゃ好きですね。え、嬉しい、待ってる美味しいですか？いや、まだです。それいつも私がパパとかマミーにするセリフや。まだ食べてないって言われるよく。いただきます。うん、うん、めっちゃね、こだわりの口づけとろ生プリンって書いてるだけあってめちゃ美味しいんですよ。はい。うん。サランチャンプリンだから私はコーヒーゼリー食べます。いいね。そう。あ、プリン。忘れてた。プリンです。プリンコンビニで買うことない。めっちゃ美味しいから食べてほしいよ。髪束ねた方がいいって。確かに。うん、うんうん、わさっぴさん、桜餅ありがとう。下の手を揺らすの、あ、こうか、こうじゃないのか、こうですかね。プリン、すごいよね、手話って深いよね。桜餅の手話、桜餅の手話って、ね、桜餅分からん。コンビニのスイーツで好きなスイーツ教えて、おすすめのスイーツ。みんなのおすすめは何？セブンイレブンね、シュークリームも好き。うん、うん、どら焼きいいね。和菓子やったらモナカ好き。アメリカンドッグ、どこの？なんかさ、コンビニでもさ、あれじゃん、なんかさ、お店によってさ味違うやん。どこの何がおすすめ？ご飯の用意する、いいね。ドマさん、桜餅ありがとう。確かに観光地ってプリン多いイメージ。確かにわかるわ、美味しいがね。目の前の枕やだ。うん、うん、まあ確かにセブンイレブンコーヒー有名やもんね。7チキセブンイレブンの、なるほど。最近美味しいワッフルないよな。ワッフル、ワッフルはスタバ。え、嬉しい、お話し会買い増ししちゃったって。ぜひ皆さんポチポチしてください。あ、どこも一緒？アメリカンドッグはどこも一緒なんか。ローソンのドラモッチ、待って、ローソンのドラモッチ、ドラモッチなんか聞いたことあるな。ローソン派、なるほど。コンビニスイーツは好きなお店分かる、めっちゃ分かる。だどこも美味しいもんね。うーん、甘いのか。確かにスタバのはシンプルザベスト、ん、シンプルザベストですもんね。焼いたワッフル、ミニストップアイス美味しい、ソフトクリーム美味しいね。でもミニストップってないけどね、本当にこっちに。うん、ドラモッチ食べたことない。うん、全然コンビニスイーツ食べへん。うん、ねえ、じゃああれ出張、
ローソンのさ、なんだっけ、ローソンのロールケーキにあれよね、確か15日はイチゴが乗ってるみたいな感じじゃないっけ、あれ本当だっけな、確か本当ですよ。待って、今もやってんのかな、待って、15日やったかな、最近自分で作るスイーツ？すごい。でも作ってるイメージあるわ。え、今日は何作っちゃった？ミニストップの杏仁パフェが好きだったけど、今でもある。杏仁パフェ？杏仁パフェ見たことないな。杏仁パフェね。え、杏仁豆腐好きやったら食べれる？かな。22日？22日やったっけ、ありゃ、あ、22日やった、ごめん、22日や、22日がいちごが乗ってるんやっけ、うん、なんか22日の上がカレンダーで15日になるかみたいな、それ聞いたことある、うん、おはぎすご、おはぎすごいね、おはぎも作れちゃうよ、もうしまっちゃんさ、お店出しちゃえば、うん、22日や、でも助けてくれてありがとう、15日じゃなかった、22日の上がカレンダーで言うと15日やから、15日っていちごやん、だからあのいちごがあるんです、いちご好きなのに知られたダメですね、全然それはいちご好きに慣れてませんよつもりですグッズ今日もそうや、3月19日なので皆さんよかったらコンサートのグッズゲットしてください、店作ったら食べに来てくれますか、もちろん教えてくれたらね、うん、食べ行っちゃうかもよ、うん、だってさ何でも作れそう、うん、カフェとかお見送りペッパーミントブン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 やな、この前ふわふわホットケーキ作ったけど、うん、焼き加減難しくて焦げちゃった、確かに確かに、ふわふわ難しいね、今から私は割りたいと思います、えい、カラメル、このカラメルも好き。こっちか。昨日たこ焼きの話してたから、たこ焼き買っちゃった。すご。じゃあたこ焼きも売れるね。お見送りは絶対とんかつポーズです。めっちゃ面白い。私は何個ポーズを取ればいいんだろう。じゃあみんな。ちゃんと同じポーズしてね、うん、すごい、なんかお菓子作るの得意なのすごいね、お菓子、お菓子やなくてピザも作れるって言ったよね、ヤス1983さん、タコさんありがとう、モンブラン乗ってプリン好き、モンブラン乗っちゃプリン、どこのコンビニ、
スイーツはコンビニに行ってお酒と一緒に買う。あ、めっちゃいいね。ヒューガナッツサワーおすすめです。うん、コンビニ？待って、モンブランが乗ってるプリン？ん？プリンの上にモンブラン？モンブラン乗ってるプリン？プリンの上にモンブランかな？どこの？めっちゃ美味しそう。バターサンド、バターサンドいいね。レーズンサンドは？うん、すごっ。待って、調理師免許あるならさ絶対お店やった方がいいよ。お店いいね、楽しそう。でも確かに調理師免許持ってるのは何でも作れちゃうね。いいね。なんか誰の胃袋もでもつかめちゃうじゃないですか。コンビニのレジ前のスイーツコーナーついつい手取ってしまう。コンビニ前のスイーツ、あー、わかるわ。レジ前のね。あ、六花亭も完璧、おいしいやんね。レーズンサンドもあって羨ましい。おいしいがね、好き、六花亭。もう北海道ってだけでおいしいです。うん、うん、うんうんうん、千疋屋のレーズンサンドね。せっかいさ、うん、マミがレーズンサンドめっちゃ好きで、千疋屋の買ってったらめっちゃ美味しいって言ってた。うん、なんかしかもおっきめやないね。美味しいらしい。夢の国とか、うん、テーマパーク結構仕事で行く。そういうことね。あ、え、もしかしてお料理でチョコにハマってて、コンビニ行くと買ってしまう。わかる、チョコ好き一緒。めっちゃチョコ好き。え、じゃあさ、最近ハマってるチョコは、おすすめのチョコは。あ、レーズンね。確かにレーズンは好き嫌いめっちゃ分かれると思う。うん、お互いから冷蔵庫に入れて一個ずつ食べます。確かにお互い。カレードショコラ、あ、いいね。待って、カレードショコラって何やったっけ。ちょっと待って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 、カレードショコラ、カレードショコラ、ちょっと待って、カレードショコラって何やったっけ。わかる、わかるけどわかんない。待って、うんうん、鋭いやろ、すごい、めっちゃすごい。じゃあさ、テーマパークのさ、お料理に携わっちゃうってこと。かっこよすぎんそれ。待って、カレードショコラ、ちょっと待って、カレードショコラ、カレードショコラ、あっ、私が好きなチョコね。めっちゃ美味しい、カレードショコラのホワイトが美味しい。はい、あ、青がいいよ、白がおすすめ。え、すごい、今日の公演で6人も知ってる人なん。ちょっと待って、これうん、え、すごい、料理だけじゃないの、すごいね。何でもできちゃうのね。なんかいいね、夢あるお仕事ですね。ケーキも好きやけど和菓子も好きです。お、和菓子屋のが好き。ロッテのプレミアムガーナ、ロッテのプレミアムガーナね。他のチョコよりもちょっとお高い。
ロッテのプレミアムガーナ、ロッテのプレミアムガーナ、ロッテプレミアムガーナ、おお出てくる。キットカット美味しいね。羊羹はねあんま食べんの。そう、めっちゃすごい夢見たやろ。そう、メールに書いたのでメール読んでくださいね。あ、待って、ロッテのプレミアムガーナ、私がめっちゃ好きなやつですね。私白い箱が好きですよ。ちなみにこれ和菓子って何がある、うん、お団子とかもなかとかどら焼きとかそういうの。私白が好き、これ。あ、めっちゃ食べてた、これめっちゃ好きです。私もロッテプレミアムガーナは、私は白い箱が好き。嘘、スーパーに売ってるよ。うん、スーパー売っちゃう。あ、でも確かにコンビニ多いかもね。でもコンビニで買うと高くない？スーパーの方がお安いよ。おやきって何やっけ、せんべい。和菓子全般好き。おお、じゃああんこのさお団子とみたらし団子どっちが好き？今ハマってるチョコは森永のミルクチョコレート、森永のミルクチョコレート、ファミリーマートの甘カルカヌレケーキ。カヌレね、めっちゃ流行っちゃうね。森永のミルクチョコレート、森永ミルクチョコレート、あー英語大きめのやつね。どんな味やっけね。絶対美味しい板チョコ。みたらし派、お一緒。カヌレ食べたことないって。私もカヌレ1回しかないですね。ずんだはずんだシェイク美味しい。うん、美味しかった。あ、マリトッツォ、ね、マリトッツォってさもうブーム過ぎた？マリトッツォもう見らんくない？なんかデザートのブームってどんどん過ぎていっちゃうよね。長野に行ったらおやき必ず買って帰って。おやきって何やっけ？ねえ、知ってるからみたらしって言ったら、ちょっとみたらしが美味しい。サッカーのファンサ再開されたけど、そのために4000円かけていくかな。あー、ファンサありやったら4000円ってことじゃなくて。3分前ありがとう。そうそう、読むね。表参道にとっつも専門店あったって。もうそのお店ないとかね。見らんくなったよね、マリトッツォ。マリトッツォもうないよね。今何が流行ってるんですか？ずんだシェイク、うん、ずんだシェイクはね羽田空港にもあるし、あ、大丸東京店にもあったね。韓国のポンポンって美味しいよ。ポンポン、どんなんポンポンって。ポリッピーチョコ、ポリッピーチョコ、なるほど。ソラトッツォ流行るかもしんない。何が入ってるんやろうね。おやきはお餅にあんこ入ってる。お餅にあんこが入ってる。お餅にあんこ、あ、お餅ってこと？ニューマイ、ごめん。ランキング見ます。皆さん、13位は赤さん、12位はエルフさん、11位はピンクカメオさん、10位はトメさん、9位はゴイチさん、8位は伊賀の藤丸さん、7位は宗師さん、6位はカジトさん、5位はコウヘイさん、4位はヒデトさん、3位はドマさん、2位はワーサップさん、1位はヤス1983さんでした。皆さん
ありがとうございます。次は10時から11時なので皆さん、9時15分に捨て星して、あの星をたくさん満タンにして待っててくれたら嬉しいです。それではいきますよ、せーの、空のじゃんけん、あ、いた、じゃんけんぽい、結果定番、定番のスイーツが一番おいしい。なるほどね。ってことはプリンとかシュークリームが一番おいしいってことね。ブンブンブン、皆さん見てくれてありがとうございました。あ、大丈夫ですよ、切んなかった多分。うん、本日2連勝なんて言わせないぞ。じゃんけんになってなさすぎる。いや、そんなことないです、そんなことないです。たまたまグーだったんですよ。うん、じゃんけんってそういうもんじゃん、みんな。はい、皆さんありがとうございました。じゃあ、次は10時にお待ちしてますね。それではまた来てください。バイバーイ。